ごめんなさい。しっとりグラスランキー。こんにちは。さて、始まりました。ルールンキー第2回モード。しかも、ボタンシップモード。ねえ、グレーだ。第1回モードが、綺麗を、ねえ、綺麗に大きかったから、実に、おかげつぶりくらいだね。すまらない。今回のルールンキーでは、4月12日、つまり、本日行われるアップデートについての情報をお届けします。はーい。それでは、早速。アップデート内容ゾーン1。ハンディーなるよ、スーラだー。この難易度は原作と同じようにかなりやりがいのある難易度になってます。リオーレードでマルティーのリーダーは無理なの？多分できないかな。難しいよ、いいね。クリアしても随時を過ごし行われるだけなので、あまりこだわらずに軽い気持ちで挑戦してみてください。金庫事故のバックナンバーに会話シーンを追加しました。やっとなー。これは原作サーベンサー会話の音像。レンレンカルの主人公であるニルドとの会話を多数追加されてます。やっとニルドの会話が見れるねー。会話の時系列はステージの順番と同じになっているので、難易度ハーイアルを試しているついでに順番に一通り見ていこういいかしらせ。スリルが強化できるようになりました。わらら強くなるの？スリルにもピークが設定され、これを上げていくとスリルがどんどん強くなっていきます。へえ、どうやってピークを上げられるの？スリル強化プレイヤーで強化者にスリルを転落した後、大砲の強化アイテムか同盟のスリルチップを常備するとスリルにポイントが溜まっていきます。ゲージみたいなものだね。これが一定量たまるごとにピークが上がり、スリルの性能が強化されます。レベルアップってことだね。ピークは100まで上がります。そんなに上がるのか、大変だ。100まで上げるには結構時間がかかると思うから、地道にやっていくといいよ。ちなみに、強化アイテムってどうやって手に入れるの？キングの手法を入れるごとに強化アイテムがドロップされるステージが追加されたので、そこで始められます。まわれまわれー。さて、今回のアプデ内容は以上で終了。ねえ。どうしたの、メイクは。エイリルールだよ。いや、ゲームないなんて嘘つかなくていいの。ああ、このゲームの制作者は毎年エイリルールで、プロの事故が恒例だったのね。そうそう、昨年はレールがレベルが入れるっていう嘘オーラをするってだけけど、今回は何も用意してないみたいだね。アップデート作業で今回は時間がなかったでしょう。本人に代わって応援を仕上げます。じゃあどうしよう。このまま昨年の動画をそのまま流してごまかしてやる。アップデートにて、シンルニとメイクが追加されました。メイクの性能は高量になってます。絶対強い。スリル合計はこんな感じです。ゲルマージレールビーム。特徴的なのは通常攻撃の枠だね。すげーすぎー。通常攻撃は MEじゃありなしで使えるので、制限的にも無制限に使えるってことになるね。なるようだいだね。でもでも、この調理するのがいいね。でも、やけにまだまだ、いるの、うん、のいい色しか手に入れられないってことなんだね。はぁ、超強いじゃん。やっぱりラジは悪いよね。はい、以上。ガジキーリオじゃないよ。え？このメイクをプレイヤー全員が確実に手に入れることができるレールキラになっております。何？もう
아니에요, 안 돼. 한국에도 제이크스레드, 기다시레드로, 시구시리안드라로, 시구시바칸레드로, 워크레이어드레드로, 슈카리온즈레드, 각시진이 있다. 그 이거이로스, 하이카미. 사랑이, 고로데우드데이시드로, 랭크로디스크가, 각리지데도, 부산레드로데, 슈카리시데, 아즈레드로, 랭크로오키오카즈레드로, 넥히로스. 神がいないのに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 神
みがでてきたね。まだまだやることは多いけどね。こんなに注意は考えずといいね。ねー。それでは今回はここまで。またねー。Thank you.